お元気ですか？ボクシムです。今回は BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2023の開封動画後編の9パックやっていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。まず後編の1パック目でございます。まずは先ほど言ってた後編の1パックでございます。陸上競技の北口榛選手でございます。で、これ侍ジャパンの栗山英樹前監督でございます。で、侍ジャパン栗林洋次投手でございます。バレーボールの木村沙織選手のキラーでございます。バドミントンの東野有田選手でございます。で、柔道の古賀俊彦選手でございます。2袋目でございます。テニスの加藤美優選手でございます。飛び込みの玉井陸斗選手でございます。千葉ロッテの沖野隆史外野手でございます。中日の大野雄大投手でございます。のキラでございます。レスリングの吉田沙保里選手でございます。で、空手の植草歩美選手でございます。3袋目でございます。陸上競技の池田光希選手でございます。中日ドラゴンズの立浪和義監督でございます。同じく中日ドラゴンズの石川昂弥内野手です。バドミントンの志田千春選手の木田でございます。失礼いたしました。で、スケートボードの草木ひなの選手でございます。で、柔道の時な風な選手でございます。4袋目でございます。サーフィンの増田志乃選手でございます。で、卓球の早田ひな選手でございます。で、侍ジャパンの松井裕樹投手でございます。で、スターライト小林陵侑選手でございます。で、スケートボードの中山楓奈選手のキラでございます。で、ジャンプの小林陵侑選手でございます。スキージャンプでございます。5袋目でございます。競泳の大橋悠依選手でございます。ボクシングの井上拓真選手でございます。で、これ横浜のね、佐野啓太外野手でございます。 DeNA ベイスターズでございます。で、北海道日本ハムのダルビッシュ有元選手でございます。これファイターズ時代のね、ダルビッシュ選手でございます。陸上競技の瀬古利彦選手でございます。キラでございます。アーチェリーの山内あずさ選手でございます。6袋目でございます。鈴木健吾選手、陸上競技の選手でございます。
楽天の田中将大投手でございます。中日の石川昂弥内野手でございます。広島東洋カープの菊池涼介内野手でございます。渡辺葉月選手体操競技です。でアーチェリーの古川隆晴選手でございます。7袋目でございます。陸上の瀬古俊彦選手でございます。で中日の大野雄大投手でございます。スターライトオリックスバファローズの山本由伸投手でございます。で中日の牧秀悟選手でございます。これ失礼しました、侍ジャパンのね牧秀悟選手でございます。失礼いたしました、スノーボードの富田せな選手でございます。柔道の吉田秀彦選手でございます。8袋目でございます。これは陸上競技の相澤明選手でございます。ソフトバンクホークスの薄川誠一内野手でございます。スターライトの稲垣啓太選手のこちら金箔サイン付きでございます。でこちらがですね150分の114となっております。はい、こちらでございます。で中村翔吾内野手でございます。千葉ロッテマリーンズのキラーでございます。スケートボードの西矢椛選手でございます。で体操の橋本 大輝選手でございます。最後の9袋目でございます。卓球の伊藤美誠選手でございます。騎手の今村聖奈ジョッキーでございます。で千葉ロッテマリーンズの中村翔吾内野手でございます。中日ドラゴンズの佐野啓太外野手でございます。で侍ジャパン栗山英樹前監督でございまして、最後はモータースポーツの佐藤拓磨選手でございます。以上で BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2023の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。これ結構ね面白かったんでね、11月頃にもう一度チャレンジしたいなってね思っております。もちろんね他のこういう開封動画もやっていきます。で久しぶりにねメンバーシップ限定の開封動画も予定しておりますのでね、興味のある方はぜひ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。